はいどうもはい、そろそろしご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました、これはすごいのできたんじゃないの。いやー、面白い、めちゃめちゃ面白いです。できました、圧力鍋を使って作った、何でしたっけ、豚肉軟骨と昆布トロトロ煮の汁と昆布とトロトロ軟骨を入れて作った炊き込みご飯、昆布はもう消えてなくなったやつ、熊本館で買ってきたからしレンコン、冷凍のやつしかなかったから冷凍のやつ、ネギ、あの小ネギっていうのかな、だらけの天才味付け卵焼き、ランチョンミート、ピーマン、ミンジヌ、デクニ、めんつゆ炒め、ブロッコリーと大根とツナのサラダ、あもう早く食べたいね、味噌汁、具だくさん味噌汁、なんだこれ、小ネギ、味噌汁のも具の素具、大根、あのしめじ、はい、煮干しいただきます、それも本日炭酸水用意してますけど、先にトマトジュースいきます。いつもね、昔からトマトジュースが大好きでね、いただきます。あ、おいしいね。一番当時僕が高校生の時気に入っておったのは、喜んで売ってなかったんだけど、真っ赤な缶でキリンのやつ、葉っぱだけ書いてあったんだっけな、そうだったっけな、あれが大好きだったんだけど島では売ってなくてね、どこで初めて飲んで気に入ったのか、東京だったと思うけどね。あれが好きだったな。まあトマトジュース何でも好きですけどね、よし、いや今日のは楽しみよ、今日のは全部楽しみよ。あ、いつも通り並べ方間違ってるって言われるかもしれないですけど、あの映るようにね、それでもまだ映せないっちゅうんだから、これそれでもまだ映ってませんよっちゅうぐらいですから、改めましていただきます。さあ行きましょう、味噌汁からいきます。具だくさんです、具だくさんでございます。あーいいね、ちょうどいい、うん、あーよくできました。木島くん、あー美味しいじゃない、うん、いいよ、わかめも大根もしめじもあのネギも、あれもう揚げはあの具の元には入ってなかったのかもしれない、見当たらない、これが楽しみ。ちょっとね、イビラで触った感じ、いや、分かったんだよ、うん、うん、あ、味は美味しい、ただ若干柔らかい、分かってたの、汁をバーって入れる前に最初米やったんですよ。ちょっと作ってる動画で見ていただければ分かると思うんですけど、ああで汁入れようと思って汁持ったら、あれこれ汁多いなと、だからといって汁捨てんのやだねと思って米足しました。でそれでも、あこれちょっとまだそれでも汁が多いなと思ったんですけど、もうこれ以上米を増やしていくっていうのもあれだし、もういっちゃえっつって言って、やっぱ相変わるじゃない、案の定ちょっと柔らかめです。でも味は最高です、
米、あの米だけでいいな、これ。あ、こっち味噌汁とこれだけでも十分だ。おいしい。軟骨トロトロ、これやっぱおいしい。ほらやっぱあの時一回で全部食べなくてよかったわ。うん、よかった、スライドさせておいてよかった。うん、大根も全部こっちだね。ちょっとやりすぎだなと思って。こっちの仲間入れさせてよかったですよ。うん、やっぱランチョンミートだね。文句なしだね。いやー、ネギ入り天才味付けたもやき、これもいいんじゃないの。香りはいいよ。んほらほら、うん、久しぶりに入れてた、作ったけどやっぱいいな。うん、ああ、やっぱいいな、最高だよ、最高。まあでもこの量なら、あのネギの量なら卵3個でもよかったぐらいだけど、さすがにそれは贅沢すぎでしょっつって。うん、味噌汁いいな。こっちはかけたのは醤油と塩コショウちょっとかけたね。醤油とめんつゆをかけました。あ、ごま油もちょっと。うん、非常にいいです。うん、ブロッコリーもいい。うん、茹で加減もバッチリ。非常にいい。ああ、バッチリだわ。うん、皮がむけたあ、ちゃんとやったつもりが皮がむけてないところがあるよこれはちょっとね、あれだ、茹で加減バッチリだけどこっちの外皮、なんつうんだこれ、こっちの部分はダメです。中身だけ、周りは硬くてダメです。場所によってでして、ちゃんとむけてなかった。あ、これもだな、これも周りダメなところがあるな。まあいい、今みたいにしてこんなせっかちって。うん、いや贅沢だね、うん、これ。うん、あの、まだ中に見つくって、また見つくった。
うん、で冷凍からしレンコンです。僕は普通のからしレンコンが好きでちょいちょい買うんですけど、あの銀座有楽町あちら辺の熊本館でなかったんですよ、普通の売り切れで。ただ冷凍はございますということで買ってきました。初めてです冷凍のは。あ、温めすぎて電子レンジで2、3分って書いてたから3分にしたんだけど、カリカリになっておる。ただ面白いぞ、これはこれで美味しいぞ。自然解凍してしたらいつものあのからしレンコンみたいになって美味しいんでしょうけど、ちょっと待って、これごめんなさい、食い替えたところでやりすぎたんでしょうけど、これはこれでなんか美味しいぞこれ。うん、たまたまですけどね。ほら、たまたまだけどめちゃめちゃ美味しいな。あ、来た、形が来た、形が来た。あ、肉が来た、最高だ。いや、たまたまだけどこれ面白いことなんだぞ大成功だぞこれ。うわこういう商品じゃないと思います、たまたま。めちゃめちゃラッキーパンチが当たった感じ、すごい美味しい。あ、こうなるんだ、これ面白いな。もともと好きなからしれんこん、さらに好きになっちゃいました。うん、しかし今日は本当全部大成功だ。こっちの野菜たちの火の通り具合も完璧、これ以上でもこれ以下でもないところついてると思う。何しろ大根もいいよ、最初から炒めんじゃなくてこっちの一緒に作ってるところぜひご覧になってください最初何も入れんで大根だけで炊いて火通して、そのうちの何パーセントか何枚かをこっちにスライドしてきた、これが良かった。上の方のはね全然大丈夫なの、下からこうやって食べるときこれだけはね気をつけないと危ないですよ。あ、肉また作らんとな、相当いいよ、相当いいです。あの豚軟骨のドロドロ、あのっていうかこの、これ僕今調整して食べてますけど、おかわりしようかな。おかわりしちゃおうかな。なんだろうね、この感じだと。まだこんなにあるからね。
久しぶりに帰ってくるとまた美味しい。いや行こう、おかわり行こう、おかわり行きましょう。どうしよう、一回切るか、一回切りましょうか。ちょっと待ってください。はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はいです。はいです。はい、ごめんなさい。お帰りしてきました。ちょっと贅沢すぎるな。ちょっと贅沢すぎるつか、食べすぎてるな、これ。やりすぎてるね。こんなはずじゃなかったんです。こんなに。お帰りまでするつもりはなかったんです。ただあまりにも全部が全部出来が良すぎて、うん、思わずです。このめんつゆと、醤油、塩コショウ、ごま油少々タイプの大根サラダって多分初めてなんですけど、美味しいわ。大根サラダというか大根ブロッコリーサラダか、これいいわ。甘かった。今ブロッコリーがこうでもこうでもなくこう来てこっちベロの下にズンと刺さってブロッってなっちゃいます。ブロッコリーではめったにないこと。まだ美味しい、まだ美味しく感じる。まだいける、まだまだいける、まだいける、はあ、誰の言葉でしたっけ、全く思い出せない。今ちょっと同級生のこと思い出してました、食べながら。同級生のグループラインのことを思い出してました。昨日昨晩普段新潟に住んでる同級生が東京に来てたらしく、そのことについて
一物はおかしいけど、ちょっと盛り上がってたの思い出して、それがきっかけになって今の数秒数分かかんないけど、その間の話ですよ。それ思い出して、ああ、そういえばあれはあれはあれはってのは、あの人はあの人はあの人はどうしていくかなと。うん、うん、こう一個思い出したり考えたりするとどん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 繋がっていったりするじゃないですか。しないのかな、みんなは。僕はよくこの動画でね、話が飛びすぎだとあっち行ったりこっち行ったりしてっていう風になっちゃって言われますけど、みんなはないのか。そうか、だからそういろんな人のことを今思い出してて、あれは最近大活躍してんなとか、そういえばあれは今何してんだっけ、確かあそこにいるんだよな、とか、そう、そういうこと。まあみんな生きてますから、みんなっていうか、それが一番だ、それが一番。あ、また肉いた、また肉いた、よかった、多めにこっちにやっといて、ほら。まあ、ここでごめんなさい、肉の話、あのこの豚軟骨を売ってるのを見つけられたっていうのはまたありがたいわな。これが見つけられてなかったらできなかったわけですから。僕は肉のハナマサです。この豚軟骨は肉のハナマサ。うまっ。こっちからこうやって滑らして持ってきた、ピーマン、人参、大根のエキスくっつけてきた、これ今すごい美味しくなった。またさらに、最後のふが焼きのもあったからか、やっぱエキスってすげえんだよ、やっぱエキスってすげえんですよ、ほんとね。力があるもん、X には。うん。あー、最高。いや、ほんと今日ちょっと贅沢でいた。全部が全部強い。全部が全部強い、珍しい。ここまでのことは珍しい。ここまでのことは、これはもう中身だけになりますから。うわ、やっぱり、あ、こっちは大丈夫だ。これからはちょっと、ブロッコリーやるときはそこら辺も注意してやらないといけない、覚えておこう。からしれんこんで、この音はなかなか聞けないと思う。でも僕は気に入ってます。なかなかというか、そう通り。
この味噌汁も蒸発すること考えて汁が、あの大根炊いてる間にちょっと多めに入れたんですけど、いざ出来上がってこのする前に入れてみるとぴったりでしたね。ジャストよくできた。汁の量っていうか具の量、汁の量全部がちょうどよかったからってことですけどね。油なかったのはかといって全然足りないかって言ったら違ったし、ぴったりでしたでしょ。まあこの食べてる方だけ見たらね、あの鍋に残してやってるかもしれないと思うかもしれないけど、作ってる方を見ていただければ全部入れてますから、全部。強かったな、この子も強かった。豚軟骨と昆布のね出てるんですよ。いやー美味しかった。いやー贅沢すぎた。ああ贅沢すぎた。美味しかった、お腹いっぱい。めちゃめちゃ豪華な朝ごはん、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。うい、頑張っちゃうと。